リカコライフ。で、バーカウンターからつながってるリビングがこちらよ。まあ正方形に長くて、奥はちょっと私がなんかいろいろ調べ物をしたり、ちょっと仕事の資料をまとめたりする場所で、いつも、まあ、大体ここはちょっとゲストにくつろいでもらう場所っていう感じで、私は大体家にいるときは自分の部屋でゆっくりしているパターンが多いです。なのでここはなんとなくゲストの集いの場みたいになってるよ。はい、まずはね、ここちょっとなんかここのスペース寂しいからいつもなんか飾ってるんだけど、これね手作りなんだ。あのね、家で切ったこれユーカリで、これはねバラの花びらを、まあほら枯れてきたらドライにしたりもするんだけど、花びらをこういうところに散らすと可愛いじゃない。でこの下にも実は手作りでこうロープでね縛ってあるので、こうやってなんか長く使えるようにお花を工夫して、このままもうちょっとしたらドライフラワーにするんだけど、その前に一回楽しみたいから、こんな感じでちょっと自分なりに工夫をしております。でここはちょっとアンティークなイメージにしたいな。これはルームスプレーなんだけど、こんな感じで飾っております。それから最近ゲットしたこれ、この空気清浄機最高よ。水がここに入って高かったけど、やっぱりねここのメーカーのものはいいですね。何かとお高いだけありまして、まあ家具の一部としても使えるというね。はい、これはとってもいい商品だと思いました。じゃあ次いきます。そしてこっちはあんまり見せないんだけど、まあテレビがあって、でまあいろいろ飾ってるんだけど、あ、これね、これはパリの蚤の市でどうしても欲しくて、ルイ・ヴィトンのヴィンテージのバッグを買いました。これもそうです、メイク入れに使ってもいいんだけど、まあちょっとメイク入れじゃもったいないので、昔はこれメイク入れとか宝石入れにしてたと思うんだよね。こうやって移動してたと思うんだけど、でも私はこれをまあ飾ってます。そして大好きなシャネルとかティファニーとかで、これもココシャネルのストーリーだとか、これはヴィンテージファッション本だとか、1960年代のツイギーとか、こんな自分の好きななんかファッションの好きな本をここには飾っていて、まあ飽きたら取り替えてます。ここもしょっちゅう変わる。これは一緒だけど、まあ気分によっていろいろ。これは庭で拾ったハイビーです。それから、ここは、まあテレビの上なんだけど、何もないのも寂しいので、家族の、私が本を作った時に撮ってもらった3人の足とか手とか、写真を飾っていて、で、ここにも一応本も飾ってあるね。これはちょっとサーフィンの本、シューズの本、アイビーの本。ちょっと色がブルーと赤がここには合ってるんで、ちょっと書籍を。で、これは生の花です。これも、まあ、定期的に変えてる。これは今日はこんな気分だったんで。この植物って結構持つんでね。なんかあまり取り替える必要がないので便利です。そして、まあ、ここにもね、ちょっと窓側なんで、あの、植物を必ず置くようにしています。これは日本で育ったユーカリらしいです。私の庭で育ったものではないんですけど。で、これね、何かと思うんですけど、これはマッサージベッド。私がいつも、うまいマッサージの方がいて、家でマッサージをするので、その時に、このマッサージベッドを広げてここでテレビを見ながらマッサージをしているので、いつもここに
置いとくの。で、ヨガマットもやっぱりちょっとこう、ここに置いとくと、ちょっとした合間にいろいろできるから置いとくようにします。で、このヨガマットのいいところっていうのはデザインだけじゃなくて、こういうなんかバッテンがついてるから、例えば手の置き場所、足の置き場所が、あ、大体ここなんだな、足をここに伸ばした時に、あ、これがまっすぐねとかっていうのがわかるから、デザインだけじゃない良さがある。だやっぱりちょっとね、お高いものには良さがあるってことで、あー、でんぐり返しみたいなねはい、次いきます。次はですね、ここはまた気分でいろいろ変えてるんだけど、まあちょっと黄色を今日はポイントに、ローズマリーで、ちょっと海の、雰囲気をちょっとね、貝とかで出して、キャンドルも、こんな感じで飾ってます。で、ここはいつも、くつろいでるソファーですね。はい。ゆっくりじゃ起きました。私たちがこうやってここであんまりゆっくりすることもないんだよね。いつも上上がっちゃうからね。でもたまにはこうやってテレビ見ることも、映画見ることもあります。はーい。はい、そしてテレビの反対側は、ここはなんか私がちょっと調べたり仕事のことしたりとかする場所なんだけど、まあ地下にはちょっと家族の写真が飾ってあったり、ちょっとね、ファッション誌、好きなファッション誌の、記憶に残るファッション誌をちょっとああいうふうに置いてあって、まあ好きな時に見れるようにとかしてます。そしてここの棚はなんか趣味の棚、これはねプリンスなんだけど、もう亡くなってしまいましたけど、あの LA の、やっぱりロンハーマンで、ちょうどそういう雑貨の、が売ってるところで探したお気に入りのお皿で、これもちょっとね、お気に入りのお皿でゲットしました。それからこの辺はちょっとなんとなくガラスのものを集めていて、気になった時に買ってるもので、まあ別に大したものじゃないけど、まあちょっと可愛らしい色とかね、なんかインスパイアされたものをちょっと買ったり。で、ここの棚は、まあなんか食べ物とか、まあ気に入ってる本とかを飾るように。こういうなんか暇な時に料理の本とか見てるとすごいインスパイアされるんで、好きですね。あとはこれはなんかうちの父が昔の本当にその頃の明日のジョーの本なんだけど、すごい取ってあって、子供たちにって言って残してくれた、もうレアな漫画です。これは父の形見としてここに飾っております。で、こっちもなんか好きなもの、あ、これはね、家族がこのちっちゃかった時に撮ってくれた、レスリー・キーが撮ってくれた超記念のレアな写真です。もうこの子が25、この子がもう20歳になりました。で、まあ好きな本飾ったり、なんかところどころで出会ったものを飾ってるっていう感じですね。はい。で、これはたまたまハワイのセレクトショップですっごい可愛い絵だなと思って、誰が描いてるのって言ったら、本当にストリートの女の子が描いてるっていうんで、気に入ったんで絵を買ってきてずっと飾ってます。で、まあ自分のなんかこう家ってやっぱり自分がいいな、自分が好きだなって思うものを、飾るっていうことがポイントなんじゃないかなと。で、私の玄関から、おトイレから、バーから、リビングの4つは今日これで終わりました。じゃあね、見てくれてありがとう。また来週引き続きルームツアーをやるので、見てください。バイバイ。